メガネ、よくぞ聞いてくれました。これ、ニューメガネなんですよ。これ。これ、フォーナインスですね。ニューメガネでございます。よろしくどうぞ。メガネ何個あるんだろうな、今。使えるので、使えるので3つかな。いや、4つ、3つかな。使えないのが、こう、3、3個ぐらい持ってる気がする。家、ここの家に。実家にはもっとあるけど、確か多分無理だと思う。もう、うん、無理だと思う。最近喘息出て辛い。薬を飲もう。ね。メガネ壊れないです。壊れる。てかレンズ、やっぱ猫に、ベッドから落とされてることが多くて、それで、あってなっちゃうな。メガネ買うときのポイントは自分、俺は軽さかな？基本軽さ。だからこの、フォーナインスって軽めで結構。縁がさ、めっちゃすごいさ、ごっついやつとかあるじゃん。ああいうのも持ってるんだけど、やっぱ重いんだよね、すっごい。だから長時間かけてるとめっちゃ痛くなるから。耳とかが。結局軽いのに、しちゃうな。メガネの度はどのぐらいなんだろう、ちょっとよくわかんないや。そんなに良くないと思う。うちは猫2匹だよ。1匹はこの上の方で寝てる。横にちょっと高めのラックがあってその上で寝てる。最近老眼の感じはね、いやー始まってはいると、まあこれみんな始まってるらしいけど、実際人というものは。生きているだけで、うん、始まりっていると思うよ、多分。ああ、メガネの鼻パッドの後ね、確かにへこむよね、ここね。俺もへこむのかな。でも俺も万年メガネだからもう別にへこんでも全然いい。新しいメガネを金子メガネで買おうと思ってますが、高額なので。知り込みしてみます。どうしたらためらうことなく買えるでしょうか。メガネは高えもんだっていう意識でいけば、金子メガネ俺買ったことないけどいいよね。金子メガネさんいいですよね。金子メガネさんいいですよね。でも別にじゃあ安いメガネが良くないって言ってるわけじゃないですけどね。ゾゾさんとかジーンズさんいいですけどね。今日誕生日です。自分へのプレゼントはテッドさんと同じようなメガネにしたいと思ってるんですが、好きなブランド、フォーナインスです。ちょっと高いですけどね。いいメガネですよ。三人称と標準さん、みんなメガネ。まあメガネかけるんじゃない？目は全員悪いんじゃない？エレプかけてないな。エレプかけてないけど、教授さんもかけてたかな。トムさんはまあコンタクトだけど、メガネの時もあるもんね。うん、だからフルパメガネじゃない。